希望の党とは2017年結成、2018年解散の日本の政党。略称は希望。シンボルカラーは緑色。東京都議会の地域政党、都民ファーストの会が国政進出する形で小池に近い議員が中心となって2017年9月25日に結成された。9月28日には民進党と合流をし、 第48回衆議院議員総選挙の公認候補の半数以上は同等出身の議員が占めた。この合流の際に理念や政策が異なるリベラル系議員らは10月3日に結成された立憲民主党へ入党し、または無所属で立候補した。2018年5月7日、国民党と希望の党への分党手続きを行い、回答した。 国民党は同日付で民進党と合併し国民民主党となった。2016年7月31日の東京都知事選挙で衆議院議員であった小池由里子は所属していた自由民主党の推薦を得ずに立候補し当選。その後自民党が第一党を占めていた東京都議会を自身の基盤とすべく9月20日に地域政党、 都民ファーストの会を結成。2017年7月2日の東京都議会議員選挙で都民ファーストの会は都議会第一党の座を自民党から奪取した。国政では若狭勝がいち早く小池支持を表明していた。若狭は小池の議員辞職に伴う補欠選挙に自民党公認で出馬し当選したが親小池の立場を貫いた。7月3日、 小池と若狭が自民党を離党する。7月13日、若狭が政治団体、日本ファーストの会を結成、国政政党結成を目指した。若狭は国政政党を作るにあたり、民進党を離党した長島昭久、細野武史両衆議院議員をはじめ、日本維新の会を除名された渡辺義美さん議員議員など、 複数の他党出身国会議員に参加を打診した。2017年9月23日、内閣総理大臣の安倍晋三は、自民党の岸田文雄政調会長と都内の指定で、愛、衆院選公約の取りまとめを急ぐ、要指示。臨時国会冒頭の9月28日に、衆議院を解散すると決めた。同年9月25日、小池は、 記者会見にて自身が代表を務める希望の党の決闘を発表した。党名は小池が主催する政治塾希望の塾から名付けられた。同日付で総務省に設立を届け出た。登録メンバーは現役国会議員9名であった。同年9月27日、小池及び決闘メンバーとなる国会議員14人による記者会見で 希望の党の旗揚げを正式発表、党の綱領及び基本政策も合わせて発表された。代表以外の役職については選挙後に決めるとしている。決闘メンバーとして設立会見に参加した国会議員14人は以下。民進党議員の受け入れ決闘の発表に先立つ26日夜、小池と民進党代表の前原誠司が極秘に会談し、 民進党と希望な党の合流が協議され、これについて最終調整に入ることで合意がなされていたことが27日午後,後報道によって明らかとなった。さらに一部報道ではこれに加え小沢一郎代表を率いる自由党も含めた3党での連携も視野に入れた動きも報じられている。松井一郎大阪府知事率いる日本維新の会は今回の総選挙について お互いの本拠地である東京都と大阪府の選挙区について希望の党との候補者調整を行うとした。ただし、維新は希望の党への合流については否定した。28日、臨時国会の招集冒頭で衆議院が解散。この日の午前、前原代表は民進党の常任幹事会において党として比例代表を含め公認候補を擁立せず、 希望の党に公認申請を依頼し、事実上希望の党と合流することを提案し、常任幹事会はそれを了承した。さらに午後に行われた両院議員総会において全会一致で採択される。これにより民進党は事実上の回答となり、希望の党との合流が決定したと報じられた。しかし小池はインタビューに際し、 様々な観点から絞り込みをしていきたいと考えております。全員を受け入れるということはさらさらありませんと発言。安全保障、憲法官といった主要政策と一致しない民進党の立候補予定者は排除すると言い切り、民進党出身議員を希望の党側で選抜するとし、民進党全体との交流は否定した。これに反発した。 民進党内のリベラル系議員が希望の党への合流を拒否し、枝野幸男代表として立憲民主党を決闘、また一部の議員は無所属で立候補した。第48回総選挙第48回衆議院議員総選挙には、小選挙区198名、比例代表234名、計235名を公認した。小選挙区単独の立候補者は、 静岡国の細野武氏のみである。代表の小池由里子が立候補するか否か、工事直前まで話題となったものの、本人は都政に洗練することを理由に100%出馬しないとコメントし、宣言通り総選挙には立候補しなかった。立候補者は衆議院単独過半数の233議席を超えた。他党との選挙協力などについては以下。 民進党は参議院議員を中心に政党として存続しているが民進党出身の細野はフジテレビの報道番組の中で元の民進党に戻るなんてあり得ないと総選挙後も含め民進党へ復帰することを否定した9月27日時点では自民党に次ぐ政党支持率であった希望の党であるが小池の排除発言とそれを受けての立憲民主党の決闘後は 支持率が当初から半減した。選挙戦中盤の10月15日以降、希望の党が失速し、工事前勢力を割り込む見通しであることが報じられるようになると、小川敦也、山井和則、柚木道義、坂本雄之助ら民進党出身者らは希望の党の公約と異なる憲法9条改正反対、安保法制の白紙化などを掲げるようになり、 公然と小池を批判する候補者も現れたほか、増田関を焼く田大蔵は、選挙期間中に離党を示唆する異例の事態となった。開票結果は、希望の党は、小選挙区で18議席、比例代表で32議席の50議席を獲得したが、野党第一党は54議席を獲得した、立憲民主党となった。小池が知事を務める東京都内では希望の党は、 小選挙区で1勝23敗であった。決闘メンバーのうち、若狭勝るのほか、横山博之木内高種、鈴木義弘、福田法の野間県が小選挙区、比例代表いずれも落選。また、民進党から移籍した、養殖経験者の内間まぶち淵住世元国土、交通大臣、松野来久元内閣官房副長官らが議席を失った。小池は当日は、 公務でパリに出張しており、各社の取材に対し、非常に厳しい結果だと述べていた。選挙後に行われた、両院議員懇談会において、惨敗の責任は小池にあるとし、小池に対して、代表の隕石辞任を求める声も出た。それに対し小池は、創業者としての責任があると述べ、代表を続投する考えを表明した。 総選挙後の動き2017年10月27日に行われた会合の中でかねてより懸案であった小池と共に務める共同代表の人選を協議。その結果、当面の間共同代表は置かない一方、幹事長に民進党出身の大島敦氏を暫定的に起用した。また特別国会における 希望の党からの主犯指名候補としては、同じく民進党出身の渡辺修玄防衛副大臣とした。そして、共同代表については、11月中に選挙を行うことを発表した。11月1日には、それまで池袋に構えていた党本部を国会議事堂がある長田町に移転させることを表明した。ちなみに、移転先の隣には、大半の議員の古巣である、 民進党の本部が入居するビルがある。共同代表選挙にあたり、渡辺天音玉木雄一郎、泉健太、大串博士の4人が立候補の意思を表明。11月8日、共同代表選挙が告示され、いずれも民進党出身の玉木雄一郎、大串博士の2名が立候補した。同月10日に、両院議員総会を開き、 共同代表選挙の投開票が行われ、玉木が39票を獲得し14票の大串を抑えて共同代表に当選した。玉木の任期は小池と同じ2020年9月までとなる。11月13日に玉木共同代表は小池代表と会談し執行部人事について一任を取り付けた。翌14日の両院議員総会において、 新執行部が承認される予定であったが、その総会の場において、小池代表は、代表の座を降りて、叱るべき形で、皆さんをサポートしたいと述べ代表を辞任した。公認の代表に渡巻共同代表が就任し、古川元久衆院議員を幹事長に起用するなどの執行部人事も了承された。代表選挙から1週間後の11月20日、 小池前代表は党側からのオファーを受ける形で特別顧問に就任したと発表。民進党との統一会派結成構想2017年の年末より民進党は希望の党、立憲民主党との3党による統一会派の結成を目指しオファーをした。このうち立憲民主側は拒否したものの希望側は前向きな考えを表明。2018年1月には 両党による幹事長、国会対策委員長による会談が持たれ、両党は統一会派の結成に向け前向きに協議することで1。1月16日の党の役員会で玉木代表は1月17日の総会で統一会派に反対する決闘メンバーの一部に対し、分党を提案することを表明した。しかし、翌日の1月17日に、 民進党が希望の党との統一会派に対する党内の反発が噴出したことにより、統一会派結成構想を断念し、これに伴い玉木代表は、文党案などを取り下げた。保守派、リベラル派の文党要求と民進党への合流論前述の通り、民進党との統一会派構想がくすぶる状態で、安全保障や憲法に関する見解の違いが、党内で鮮明化し、 決闘メンバーである松沢成文参議院議員団代表は2月7日の役員会で再び文闘を要求した。松沢には決闘メンバーの中山京子、行田区二子の両参議院議員、中山茂明、井上徳良衆議院議員の5人が同調し、国会議員5人以上の政党要件を満たす見通しとなった。執行部は 古川元久幹事長に対応を一任したが、その一方で、大串広白リベラル派の衆議院議員8名も分党を求めており、大串らは同月8日に民進党の大塚公平代表と会談し、民進への合流、新党結成について意見を交換した。これを受けて執行部側も松沢らの保守系勢力の分党と分党後の民進党への合流、 新党結成へ向け調整を続けることとなった。2月23日、代表の玉木と大串ら文党賛成派が会談を行い、民進党との合流、野党再編への道筋について意見交換を行う。国民党の結成2018年3月、読売新聞が民進党と希望の党の執行部が合流した上での新党結成を模索していることを報道。 これを受け、大串衆議院議員は、希望の党が回答する決断をすれば、立憲民主党や民進党も含めて合流しやすくなると述べ、将来的な野党再編のためには、回答が必要であるとの認識を示した。また希望の党には、小池ゆり子前党代表、東京都知事のイメージが残ることも念頭に挙げ、小池さんのカラーを払拭する一番の方法は、党自体を一旦なくし、 自由に作り直すことだと発言。なお、具体的な合流時期について、民進党側は、遅くとも、統一地方選1年前の4月中、命令の前までには、新しい党の形で戦うのがいいとしている。3月29日の産経新聞では、3月28日に、民進党側が、翌29日の幹部会合において、希望との合併を提案する意向を固め、 30日に開催される両院議員総会で了承を得た上で4月中の新党設立を目指すとしたことを報道。同日開かれた常任幹事会において合併協議に入る方針を正式決定。これに関連して玉木代表は党内保守派と分党の上、新党への合流を進める考えを表明した。ただ、党内からは、 民進党との合流に反対する議員も多く、上記の通り分党する案もあるため、党が一枚岩となって合流するかどうかは不透明となっていた。4月9日、玉木代表が民進党の大塚代表と会談し、当面は玉木、大塚の共同代表制とするなどの具体的な合流協議を再開した。4月26日に、 玉木代表と民進党の大塚代表が合流による新党国民民主党結成の合意書に署名した。同日、両院議員総会を開催した玉木代表ら、新党参加組と松沢参議院議員団代表ら保守系メンバーの分党を決定。松沢、中山夫妻、行田、井上の5人は別の新党を結成して、希望の党の名称を引き継ぐこととなった。 なお、手続きとしては5月7日にまず、希望の党を回答し、玉城ら新党合流組が国民党、松沢らが希望の党をそれぞれ決闘する形で分党し、このうち玉城らの国民党が翌8日に民進党に合流の上、民進党側が国民民主党へ党名を変更する方式を取ることとなった。一方で、 国民民主党への不参加を表明する議員も、相次ぎ4月3日に、細野木25日に、長島26日から27日にかけて、笠、松原人と田島かなめ、井出勲佐生、寺田学部、新党以降当日の5月7日には、大串、樽るとこ新小川厚也が新党への不参加を表明、野党第一党を目指した。 国民民主党は衆参合わせて60人程度の規模にとどまり、現時点の野党第一党である立憲民主党を下回ることが確実な情勢となった。5月7日、国民民主党の決闘大会が行われ、同日、希望の党は東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣へ解散届を提出するとともに、同日付で政治団体、 国民党の結成を届け出た。翌8日、希望の党の結成届と国民党は民進党と合併し、国民民主党を結成するため、総務大臣へ解散届を提出。前日付で民進党が党名変更を届け出ていた国民民主党に吸収合併され、希望の党の分党と国民民主党結成の手続きが完了した。なお、 国民民主党を発足当時の政党、会派の移動先は、以下の表の通り、財政出動を抑え、財政再建を推し進め、緊縮策を進め、議員定数の削減等の見起きる、改革、徹底した、規制緩和、経済特区の設立、農業補助金廃止、公共事業の削減、民営化路線を取る、投資上重視の立場を取る自由競争、小さな政府路線を目指す。 一方、女性の社会進出促進や性的少数者、LGBT 等の保護、外国人労働者の活用、多様性重視、子育て支援等では、リベラルよりの政策を示す、統一定の配慮も掲げる。社会保障制度は、ベーシックインカムの導入により社会保障給付の複雑な体制を廃止して一律化を目指す。外交面では、 日米安全保障体制の堅持と強化、安保法制の容認、憲法9条等の憲法改正を目指すなど、新米保守職を強く打ち出している。前述の通り東京の地域政党であり、小池都知事が事実上率いる都民ファーストの会が国政進出する形で設立されており、第48回衆院選でも、同党,党と政策協定を結ぶなど、協力関係にある。 一方で、都民ファーストの会のマシコロキ幹事長は希望の党と、都民ファーストの会は別組織であるという旨の発言をしており、参加組織として明確に位置づけられているわけではない。希望の党としての都道府県連の設置については、民進党の地方議員から現状維持を求める声があることなどから、一律に設置する考えはないとしていた。2018年5月の分頭時までに、 地方組織の設立の方針が報じられたのは、愛知、京都の2府県のみであり、うち愛知県連は2018年2月16日に、愛知県選挙管理委員会に設立を届け出ている。党内派閥は決闘メンバーによる派閥が、党所属議員による派閥として活動し、党内グループは、両運会、自由警会が、党所属議員によるグループとして活動していると報じられた。 前バルグループは日本新党や新党先駆け出身者が中心であり、旧細野グループは人脈的に新新党や旧自由党の流れを組む議員が多い。また火災会が立憲民主党、民進党との超党派グループとして、民社協会が民進党との超党派グループとしてそれぞれ活動していた。野田グループは新新党や日本新党などの出身議員を中心と、 するグループであり、小林グループは民社党出身議員や同盟系労組出身議員が中心である。なお祖公会は民進党との超党派グループとして活動していたが、2018年2月28日に政治団体としては解散した。旧大畑グループは新進党や旧民主党の出身議員で結成されたグループだった。ありがとうございます。